ートフォンソースなどもやらさせていただいているんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、YouTube についてということで、お話をさせていただきたいと思います。で、まあ、実は私どもの方では、まあ、携帯電話の販売店だったりですとか、あとは、まあ、いわゆる、専門ショップですね、ソフトバンクショップですとか au ショップですとか、まあ、そういったものを運営させていただいているんですけども、やはり、その中でもですね、いわゆる販売促進活動、まあ、プロモーション活動におきまして、まあ、動画を活用する、まあ、機会というのは非常にやっぱり増えてきています。で、いわゆる携帯電話会社、まあ、携帯電話キャリアと呼ばれるんですけども、が、まあ、大々的に行うプロモーション、これもですね、やはり動画を活用したもの増えてますし、あとその店舗で展開するために届くその販売促進のツール、こういったものも今はもう動画っていうものが欠かせないものになってきています。で、その中でですね、今回は YouTube ということなんですけれども、最初にちょっと質問を何点かさせていただきたいんですけれども、まず YouTube ご覧になったことありますっていう方、手挙げてるときですよね。おそらく逆に見たことないって方も珍しいんじゃないかなとは思います。では次にですね、 YouTube に動画を自分でアップしたことがあるという方、そこなんかちょっと減りますよね、だいぶ。なので、実際に YouTube 普段、まあ、例えばインターネットで何かを調べたりですとか、そういった時にもその結果の中に動画で YouTube の動画とかできたりするので、見るという機会はもうもはやほとんどの方が使われてるんじゃないかなと思うんですけども、じゃあ実際にその YouTube に、自分で動画を上げたりとかっていうこととなると、やっぱりまたまだまだまあ、全員の方が使われてるってわけではないのかなっていう感じだと思います。で、実はですね、この YouTube なんですけど、今までこういうアイコンだったんですけど、最近アイコン変わったのでご存知ですか？スマートフォンとかタブレット使ってる方はおそらくお気づきだと思うんですけど、こんなんなりました。で、ちなみに余談なんですけど、こっちが iOS 版のアイコンです。で、こっちが Android 版なんですよ。なぜか違うっていう。で、まあ、こういう形でちょっとじゃあ YouTube のお話を進めていきたいと思います。で、まずですね、はじめにちょっとここで、まあ、やっぱり YouTube なんですけども、まあ一言で言えば動画を、まあ、簡単に共有できるサービスですね。で、これがですね、今やっぱりスマートフォンですとかタブレットがどん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 普及が進んでまして、で、それと相まってですね、まあ、今までメディアといえばテレビですとか新聞ですとか、まあ、そういったものを、まあ、特にいわゆる動画を配信するっていう形で言えば、やっぱりテレビが、まあ、メディアといえばテレビだったんですけども、もうその中の一つと呼ばれるぐらいまで、まあ、普及してきています。で、さらにですね、今度先ほどもちょっとお話ししたんですけども、いわゆる、まあ、プロモーション活動、販促活動の一環として、まあ、動画を活用するという方法、これもですね、結構まあ、むしろ当たり前と呼ばれるような形になってきております。で、その中でですね、もちろん動画を作りました。ただ作っただけでは当然見ていただけないので、それを配信しなければいけないという時にですね、で、この時に、まあ、YouTube、これを活用、非常に活用されています。で、まあ、その部分も含めてですね、まあ、まずは YouTube というのが、まあ、どういったものなのかというところと、あとはですね、じゃあなんでその動画を配信しようという時に YouTube が活用されているのかというところをですね、中心にお話をさせていただきたいと思います。で、お手元にですね、アンケートの方と、あと、まあ、簡単な、まあ、目次的な部分なんですけど、用意しているんですけども、内容としましてはこれに沿っていく形でお出しさせていただきます。まずですね、まあ、最初にちょっと YouTube について、まあ
まあ、ご存知の部分も結構多いと思うんですけれども、まずは、まあ、YouTube っていうのはどういったものかっていう部分から入らせていただきまして、で次にですね、まあ、YouTube、まあ、成り立ちとあとはですね現在の状況ですね、この部分に触れさせていただきたいと思います。で次にですね、まあ、なんで今 YouTube が結構使われているのかっていうところ、まあ、当然活用するとメリットがあるからっていうところがありますので、まあ、どういったメリットがあるのか、まあ、どういった使い方があるのかっていう部分の話をさせていただきます。で最後にですね、ちょっとあの実際の、まあ、こんな形で例えば企業ですとかが、まあ、活用してこんな形の効果が出てますよみたいなもう何点かちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。でですね、最後はあの実は弊社の方でもですね、YouTube で動画をすでに配信をしております。でどういう形でやってるかといいますと、こちらが、私どもの会社のホームページになるんですけども、このトップページの上の部分ですね、ここにもう埋め込みで入っております。で、まあ、ここネット TV と名前でやらさせていただいてますけども、このままこういう形で、まあ、いろいろな動画を、ね、配信させていただいておりまして、で実はこの隣がですね、あのスタジオになっておりまして、まあ、私と自分たちで、まあ、コンテンツを作成して現在配信しているという形になりますので、で最後にですね、その部分のご紹介もさせていただきたいと思っております。じゃあまず YouTube とはというところからなんですけれども、これちょっと知恵蔵の2013年に出た説明なんですけど、こんな感じで作ってました。まあ、2005年2月に始まったもので、まあ、無料で利用できますよ。で、まあ、もともと個人で撮影したものを、まあ、みんなで共有して楽しもうということで作られたんですけど、まあ、例えばそうですね、テレビ番組ですとか、あとは DVD とか、ね、そういったものからコピーしたものを、まあ、著作権に違反して公開してたりっていうのが結構あったりして、まあ、その辺では結構問題視されたりとかっていうので、例えばそういう、いわゆるコンテンツホルダー側ですよね、著作権持ってる側からの申請でこう削除申請でかなり動画削除されたりとかっていうことも結構起きてるんですけれども、まあ、日本でもやっぱり最初の入りは、まあ、いわゆるあまりよろしくない動画、例えば、まあ、ドラマとかアニメの番組が見逃しちゃっても YouTube に上がってると、まあ、最初はやっぱりそういうことから、まあ、じわじわと浸透していって、で、まあ、認知度が徐々に上がっていったっていう使われ方を最初していました。でただですね、まあ、後でも出てくるんですけども、2006年に、まあ、Google に買収されまして、まあ、今では、まあ、Google のグループ会社になっております。で、まあ、それでですね、なんで今ここで Google に買収されたかというところも後でご案内するんですけども、まあ、今ではですね、逆に、いわゆるコンテンツホルダー側だったり企業側がですね、例えばプロモーションビデオとかですね、まあ、音楽だとプロモーションビデオですね、あとは CM のビデオ、例えば映画の予告編だったりとか、そういったもので逆にもう YouTube を商業的に利用する動きっていうのが、実は広まってきています。っていうのが今の、まあ、YouTube っていうものの状態ですね。で、これちょっと成り立ちで触れていきたいんですけども、まあ、まず先ほども出てきたんですけど、設立スタートしたのが2005年の2月15日だそうです。で、まあ、なので、8年ですね。まだ10年経ってないです。はい。で、この次の年ですね。2006年の10月に Google に買収されております。で、まあ、ただサービス内容とかは全く変更なく、グループ会社になっている形なんですけど、これ、まあ、
なんで Google に買収されたかっていいますと、もともと YouTube を運営するにあたって、まあ、当然無料で使えちゃうサービスなので、普通にやってたら収入はない状態なので、当然運営ができないので、最初からGoogle のいわゆる連動する広告のシステムを使ってたんですね。それを利用して、まあ、その広告収入で運営をしていたっていう状態だったんですけども、まあ、それから、まあ、簡単に言えば Google がそれに目をつけて、まあ、買収したという形になります。で、その、まあ、Google に買収されたことによって、まあ、大きく変わったのはですね、まあ、この後、スマートフォンとかが普及してくるんですけども、基本的に iPhone だったり Android というものに、まあ、YouTube 自体は標準装備になりました。これは結構大きかったと思うんですよね。で、現在ではiPhone 側は実は YouTube 標準ではなくなってしまったんですけど、まあ、当然 Android はもう買った時点から YouTube のサービスは、まあ、最初から入っているというような状態になっていますので、まあ、このグループ企業になったことによって、まあ、その当然いろんな端末で使えるようになったというのも一つの大きなポイントですね。で、まあ、これはちょっと余談なんですけども、まあ、YouTube の名前の由来ですね。なんかチューブというのはテレビって言うらしいですね。なので、まあ、誰でもテレビ局みたいに動画を発信できますよというのが最初の由来だそうです。で、これをですね、もともとはやっぱりこの創業した人がですね、まあ、アメリカっぽいんですけど、パーティーとかで撮影したビデオをですね、友達にみんなに見せたいと思ったときに、まあ、なんか考えできる方法がないかなっていうのが最初のきっかけだそうです。大体結構インターネット上のサービスっていうのはそういったきっかけで始まっているものが結構多いんですけれども、まあ、もともとこの YouTube が始まる前にも、例えば何かビデオを撮ったりして、それをじゃあ友達に見せるっていうような、共有したいっていうようなサービスは、まあ、あったんですけれども、例えばそれが見る側もいろいろ何か登録したり、まあ、専用のものを使ったりしないと見れないとかいうものがほとんどだったのが、まあ、YouTube はインターネットでつながれば結局誰でもその動画を見ることができるっていうシステムにしたっていうところが一番大きな違いですね。で、ちなみにこの YouTube と、まあ、似たようなサービスで、Ustream っていうサービスがあるんですけれども、こちらは、まあ、簡単に言うと、本当にもう生放送ができてしまうっていうような機能なんですけど、こちらはですね、きっかけは、もともと、どこでしたっけ、戦争の時に、現地に行ってる兵士が、家族と、それまでやっぱりビデオレターを使ったりですとか、当然手紙を使ったりメールを使ったりというのだったんですけども、実際にこう、まあ、テレビ電話的な感じで動画を届けられないかということで始まったのがユーストリームだそうなんですね。なので、まあ、もともとは結構そういう、まあ、個人の何ですかね、欲望というか、そういったものがきっかけで始まってるっていうところですね。で、次にですね、ここからはちょっと現状の話に入っていきたいんですけれども、まず一つ目ですね。これが一応今年の数字にはなってるんですけども、毎月です。毎月10億人以上の方が、まあ、YouTube にアクセスしているそうです。でですね、これが結構すごいなと思ったんですけども、まずですね、まあ、毎月見られている時間ですね、これ60億時間以上の動画が見られているそうです。で、まあ、これ単純計算、毎月地球上の全ての人が1時間を見ているよという計算になるそうなんですけれども、もう一つすごいのが、これ、去年の数字がですね、40億時間だったんですよ。それが1年で、まあ、1.5 倍に増えています。で、実はですね、これ、まあ、もう一つの理由として、この動画を見るっていうときにですね、
YouTube の場合にはストリーミングっていう方法をとっています。これは何かって言いますと、まあ簡単に言うと一言で言うとダウンロードしながら見るっていう方法なんですけど、実際のデータは例えばパソコンだったりにはダウンロードしないんですよね。まあ、正確に言うとそのインターネットのブラウザ上にキャッシュっていう状態でこう貯めてはいくんですけど、動画自体をダウンロードしてから再生するっていう方法ではないので、まあ、例えば再生ボタンをポチッと押せばすぐに再生が始まりますし、あとはですね、例えばその何かをダウンロードするっていうことが、まあ、ある程度やっぱリスクを伴う場合がありますので、何かのファイルを例えばダウンロードして開いてみたらウイルスが入ってるとかっていうことがあったりするので、その辺がやっぱりリスクを考えてダウンロード方式だとダウンロードしてくれないっていうことも結構あるそうなんですね。その辺がまあこのストリーミングっていう方法を取ってるっていうところで、まあ、ちょっと敷居が低くなってるっていうところもあって、まあこれでやっぱり1年間で 50% 増しという状態になっております。次にですね、じゃあどのくらいの動画が YouTube にアップロードされているのかっていうところなんですけど、そうですね、1分で100時間分の動画が上げられているそうです。これもですね、去年は結構分かりやすかったんですよ。1分あたり60時間でした。なので1秒に1時間という計算だったんですけど、まあ、これも 1.5 倍近く増えてますね。でこの量がですね、どのぐらいかって言いますと、ですね、1ヶ月間で YouTube にアップされる動画の量はアメリカのいわゆる三大ネットワークテレビ局ですねが過去60年間に作った番組の量より多いそうです。なのでもう始まってまだ8年しか経ってないんですけれども、いわゆる今まで、まあ、一番メジャーなその動画というかのコンテンツを配信する、まあ、機能の低さがテレビのコンテンツの量をもう、まあ、あっという間に抜いてしまったというところですね。なので、まあ、コンテンツの量としてはどん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 増えていっているので、まあ、この辺も YouTube の一つの今現状としては大きな部分ですね。で次にですね、まあ、どこで見られてるかというところなんですけど、まあ、もちろん最初始まったのはアメリカで始まったサービスなんですけど、現在ですと、まあ、いわゆるそのトラフィック見られている量の、まあ、7割はアメリカじゃない国だそうです。まあ、これは何でかと言いますと、日本でもですね、2008年に日本語化されたんですけども、これ今56カ国で、まあ、61の言語に、まあ、ローカライズ、つまり例えば日本で YouTube のサイトを開けば日本語で見れます。例えばスペインで見ればスペイン語で見れますというような感じですね。なので、まあ、世界中の国々で、まあ、使われてますよというところですね。でこれはまあちょっとアメリカの情報なんですけれども、まあ、アメリカの場合ちょっと日本とテレビのシステムが違うので一概になんともいないんですけど、もういわゆるテレビよりも YouTube を多く利用してますよっていうような調査結果も出ているそうです。でこれですね、で YouTube のこのチャンネル登録っていう機能があるんですけれども、これがですね、まあ、これもやっぱり去年に比べて2倍以上に増えているそうです。で、これがどういったものかって言いますと、実はですね、この私どもでやってますこのコネクト TV、 これもいわゆる YouTube のチャンネルの一つになります。なので、まあ、簡単に言いますと、自分のチャンネルが持てるんですよね、YouTube ですと。で、このチャンネルをユーザー側が登録しておくことによって、まあ、ユーザー側は例えばこのチャンネルで新しい何か動画が配信されればすぐにチェックができますし、逆に配信する側としては、今このちなみに
モネット TV がこちらですね、約300弱ぐらいチャンネル登録をしていただいているんですけども、まあ、その方に向けてはあの確実にコンテンツを配信することができるというところですね。で、これがですね、今ちょっといろんなチャンネルを、まあ、検索した一覧なんです。こんな感じでさまざまな YouTube のチャンネルが存在しています。で、この右上にですね、このチャンネル登録っていうボタンがあるんですけれども、ここをまあポチッと押しておくだけで左側 の、 この登録チャンネルのところに入りますので、利用する側としては見たいチャンネルを登録しておけば、まあ、常にチェックすることができる。で、逆に配信する側としてはチャンネル登録をしてもらえればいつでもその人に情報を配信することができるっていう仕組みになっています。で、まあ、先ほども結構そのいわゆるまあ、プロモーションで結構企業も使ってますよって話が出てきたんですけども、ありましたね。例えば ABEX さんとかも、まあ、YouTube のチャンネルを持ってまして、結構ここであのフルバージョンのプロモーションビデオとかを公開したりしてます。で、やり方としてはあのなんか期間限定で公開したりすることが多いですね。発売ちょっと前ぐらいに公開したりですとかという形でやってます。で、日本などですね、見れたり見れなかったりしちゃうんですけども、アメリカとかですとそのこのいわゆるレコード会社というかレーベルが共同でですね、もうそういう専門の、まあ、PV を配信するための仕組みみたいなのを持ってるんですけど、それの、まあ、その配信の方法として YouTube を使っていて、結構その PV とかはそこを使って見ることができるようにもなっているっていう仕組みになってますので、日本で検索しようとまだちょっと出てこないんですけども、これがいわゆる YouTube のチャンネルという機能がありまして、まあ、見る側にとっても見たいチャンネルを登録しておけば一度見ることができますし、配信する側にとっては登録していただいている方にはいつでもコンテンツを配信することができるっていう、これ結構まあ去年と比べて2倍以上になっているってことを見ても今非常に有効に使われている機能ですね。で、もう一つがですね、YouTube にはいわゆる広告を宣伝の広告を入れることができます。で、これを利用している、まあ、広告主はもう100万社以上だそうです。で、ここでですね、結構その中でもほとんどの、まあ、利用している企業が結構小規模な企業が多いそうなんですね。まあ、なんでかって言いますとやっぱりコストの部分が一番大きいとは思うんですけども、例えば全世界規模で動画を配信しようと普通に思ったら相当なお金がかかってしまうと思うんですけれども、まあ、その広告の動画ですね、これが、まあ、YouTube のシステムを使うことによって、まあ、非常に、まあ、リーズナブルになおかつ効果的に広告を打つことができるんですね。なのでこれも結構そのまあ、今 YouTube が流行っている一つの理由ですね。この辺もちょっと詳しくはまた後でご紹介させていただくんですけれども、で、ここですね、ここ最後のこのポイントが結構、まあ、最近のトレンドとしては大きいんですけれども、何かと言いますと当然 YouTube、まあ、最初ほとんどの方が当然なんですけどパソコンで利用していました。で、今まあ、約4分の1ですね、25% 以上が携帯端末からのアクセスだそうです。
で、まあ、その動画の再生回数は、まあ、10億回以上ってなってるんですけども、やっぱりこれは今その最初に出てきたんですけど、まあ、スマートフォンですとかタブレットが普及していることによって、まあ、その YouTube を見る環境自体も大きく変わってきています。でこれがですね、この数字はおそらく今後どん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 増えていくんじゃないかなと思っております。でこれ逆もしかりなんですよね。例えば YouTube に出るように動画をアップしようと思った時に、まあそうですね、ほんの数年前、最初の頃でしたら動画を撮影する機器も必要でしたし、それを上げるための環境も必要だったんですけど、まあ、今このスマートフォン、タブレットが普及しているので、例えば iPhone で動画を撮ってそのまま YouTube に上げるなんてことも簡単にできるようになっていますので、まあ、見る側もそのアップする側も、まあ、よりこうそのモバイル端末からっていうのが増えてきていますね。でここからですね、ちょっとその YouTube の、まあ、実際に使用するメリットの部分をちょっとご紹介したいんですけれども、大きく分けて、ちょっと3つにまとめてみました。まず1つ目、無料っていうところですね。いわゆるですね、じゃあ動画をインターネット上に配信したいと思ったときに YouTube を利用することによって、まあ基本的には無料でインターネット上に動画を配信することができます。で、2番目ですね。いわゆる YouTube を見ている視聴者に向けて、まあ、自社の広告とかを見せるというシステムが YouTube 自体にはあります。で、最後に分析の部分なんですけども、例えばですね、そのいろんな動画をアップして、それに対するですね、まあ、反応ですね。例えばまあ、どのくらい見られているかとかももちろんなんですけども、例えばどの世代から見ているのか、まあ、当然全世界にわたるサービスなので、どの国から見られているかとか、そういったところっていうのを分析することが、まあ、必要なんですけども、その辺のですね、実は分析するための仕組み、これも YouTube 実は標準である程度までは搭載されています。通常例えばそのまあ、ホームページとかでもそうだと思うんですけど、やっぱりそのどういった感じで利用されているかを分析しようと思うと、まあ、また別にコストがかかったりする場合も結構あるんですけども、まあ、ある程度までは実はこの無料のシステムを使うことでできてしまう。ここがですね、まあ、分析っていう部分になるんですけど、まあ、ちょっと大きいわけでこの3つを挙げさせていただきました。でまず、無料の部分からいきたいんですけれども、まあ、1番目は無料ですね。例えばインターネット上に動画をアップしようと思った場合、まあ、自社のホームページの例えば一番上にですね、動画を貼り付けようと思ったときに、まあ、通常ですと2つの方法ですね。まずはその動画を配信するためのサーバーを自社で持つという方法です。で、まあ、もしくはそのホームページで使っているサーバー内にそのための機能を置くっていうことですね。でもう一つは、まあ、その動画配信用に、まあ、サーバーをレンタルするという方法ですね。まあ、前者の場合にはもともとその自分たちが持っているホームページのサーバーを使うんであれば、まあ、プラスのコストが発生しない場合もあるんですけれども、ただどうしてもその動画とかのリーチコンテンツの場合にはアクセスが集中した場合にホームページ自体が重くなってしまうっていうような欠点も出てきます。でもちろんレンタルする場合には毎月の、まあ、ランニングコストっていうのが別途発生してしまいますというところなんですけど、この YouTube に関してはこのサーバーの利用料金っていうのはありません。これは無料で使えちゃいますので、で特にそれに対して容量の制限があるわけもない、あるわけでもないですね。で一応ですね、YouTube の最初スタート時点では
実は何の制限もなかったんですよ。もちろん画質の制限はあったんですけど、何分の動画を上げてもよかったんですね。ただそれが、まあ、例えば映画丸々1本とかこう勝手に上げてしまったりっていうことがあったりしたのもあって、今では一応ですね、ベースは15分までの動画をアップできるようになってます。まあ最初に始めた時点ですね。ただこれ実はそのまあ何個か手順を踏むことによって、その時間を延ばしたり制限なしにできたりとかっていうことも可能なんですけども、最初の時点で一応15分までの動画でしたら、まあ何本上げても、まあ、要はお金かかんないですよっていうところですね。で、あとこの実際じゃあその利用するにあたってもアカウントを作るだけでいいんですね。で、これも今 Google のグループになっているので Gmail のアカウント一つで YouTube も利用できてしまいます。なので、まあ、逆に言うと Google のサービスなので、他の Google のサービスと同じアカウントで利用することができます。なので、まあ、Gmail のアドレスとパスワードだけで簡単に利用できちゃいますよということですね。で、次にですね、まあ、先ほども出てきたんですけれども、この先ほど出てきたチャンネルを作るのももちろん無料でできます。なので、まあ例えばそのテレビに自分のチャンネルを持つなんていうのは、まあ、現実的には完全に不可能なんですけれども、 YouTube 上でしたら自分のチャンネルでしたり自分の企業のチャンネルでしたりを、まあ、無料で作れますので、そこを作ってそれを、まあ、視聴者に登録してもらえれば、まあ、常に情報を発信することができるようになります。ここもやっぱり無料でできてしまうというところがですね。で、次にです、ね、結構これが大きいですね。YouTube 上に動画をアップした場合ですね、例えばこの私どものホームページもそうですね。ホームページ上にこの簡単に言うとこのリンクを自由に貼ることができます。なので例えばその自社のホームページとかの中に自由に動画を埋め込むことが可能になります。で、これもちろんブログですとか、あと例えば Facebook ですとか Twitter ですとか、そういった SNS 系にも簡単にリンクを貼り付けることができますので、まあ、これもですね、別にその機能を使ったからといってお金がかかったりするわけではないので、これは無料で使える機能になっています。で、この結構ですね、 Facebook ですとか Twitter とかの SNS 系にリンクを貼るっていうのはかなり有効なようでして、今実際ですね、その YouTube のサイトから YouTube を見るっていうよりも、その外部のリンクから見るっていう方がやっぱり増えているそうです。で、あとはですね、この SNS と非常に実は親和性が高いっていうところで言いますと、YouTube の動画ってコメント欄があったり、評価欄があるんですよね。なので、例えば、この動画の、
機能、まあ、の一種になるので、まあ、分類の中では YouTube も一応 SNS の一種になるそうです。でただですね、このコメント欄というのが今まではですね、まあ、当然インターネット上のサービスなので、そのどんなコメントが書き込まれるかわからないということと、まあ、そのコメント欄が荒れてしまうっていうようなところは結構問題だったりしたんですけども、これがですね、実は、Google プラスと、まあ、簡単にこうくっつくようなイメージなんですね、今後は。なのでということはどういうことかって言いますと、Facebook とイメージとしては同じ感じになってくると思います。 Facebook 結構ビジネスで使われる方が多いっていう理由の一つが、やっぱりあれず、Facebook 上だとあんまり荒れないんですよね。なんでかというと当然実名で、まあ、基本的にその顔写真出して使うものなので、まあ、実社会のマナーと近いレベルで利用できるというところが一つのメリットなんですけど、 Google プラスもいわゆるその Facebook と Twitter を足して2でやったようなサービスなので、まあいわゆる名前も出て顔も出てってなると、まあいわゆる実社会に近いマナーで使わ、まあ言い方は悪いですけど使わざるを得なくなるというところがあるので、まあこのコメント欄というのも結構その今まで使ってた方は結構あれらしいんですよね。反対してる方多いみたいなんですけど、その Google プラスがくっついちゃうっていうのが、使い勝手が悪くなるっていう方もいらっしゃるんですけど、まあそのコメント欄も結構そのコミュニケーションを取るツールとして今後結構有効になっていくんじゃないかなっていうところですね。じゃあこちらが、まあ、無料の部分でちょっと挙げさせていただいたポイントになります。で次にですね、広告の部分なんですけど、僕がですね、よく YouTube を見ていくと、最初の動画が始まる前に広告が流れたりとか、あとは動画を再生している下の方にこうちょっとテキストで広告が出たりすることがあると思うんですね。であれがですね、いわゆる Google が提供している動画に連動した広告サービスになります。で、まあ、目的としては大きく分けて2つですね。まず1つ目は当たり前なんですけど、そこに広告を出す企業の反則活動ですね。例えばその何かの動画の頭にコマーシャルの動画を15秒挟むっていうやり方ですが多いんですけどっていうパターンと、実はもう一つの利用方法があります。それは何かって言いますと、動画を上げる側がその契約、いわゆる広告を載せてもいいですよという契約をすることによって、例えばその動画を見に来てくれた人がその広告を見てくれると、当然広告を出した側の企業には一番メリットがあるんですけど、動画をアップしている人にもお金が入っています実は、っていうシステムの2つが大きく分けてあるんですけど、まずですね、まあ、ここは結構 Google の得意分野なので、今まで例えばインターネットで Google で検索をすると連動して、例えばそうですね、自転車って検索すると右側に自転車屋さんの宣伝のサイトの情報が入ってきたりですとかっていう形で、広告が連動した検索っていうのが得意分野なので、まあその辺がこれ動画にも同じように使われています。なので、まあそれを利用することによって効果的に宣伝することができるんですね。これなんでかって言いますと、連動してくれるというところがポイントで、ある程度例えばそのターゲットを絞ったりということが可能ですね。どの動画に、どういった動画にその宣伝を入れるっていうようなことができるので、まあ、その辺がまず一つ目のポイントで、で、その広告の掲載の方法なんですけど、名前で言うとこのブルービューインストリーム広告とか、こういうのが、この3つっていうのが今主流に
になっています。で、それがですね、ここに説明しますと、まず一つ目ですね、このインストリーム広告というのが、まあ、最初に出てきます。で、ポイントとしてはですね、これ自由に飛ばすこともできるんですよね。広告が始まって5秒ぐらい経つと、スキップっていうボタンが出てきて、それを押せば広告を飛ばしちゃうこともできます。なので、まあ、言うなれば動画を見るが強制的に見せるわけじゃないんですよね。見たい人だけ見るっていう形でつくんですけど、で、これのポイントはですね、広告を出す側は、これ、視聴者側が見ない限りお金は発生しないですってシステムになっています。なので、いわゆるその、YouTube の動画を見る視聴者の人が、最初に入った広告が気になって、それを、まあ、簡単に言えば、最後まで見たりとか、そこをクリックして見たりすると、広告を出した側に、まあ、課金が発生して、っていう形のシステムになっているので、まあ、出し方としては、例えば、いくらまでっていうような出し方で広告が出せるので、結構、ローコストでも広告が出せるというのと、あとはその、まあ、飛ばせちゃうので、そんなに見る側にとって負担にならないっていうところですね。なので、これがほとんど使われているのは多いそうです。で、次にですね、このインサーチの場合は、まあ、これは検索結果に上に出てくる感じですね。まあ、それに検索した内容に紐づいた広告の動画が出てくる感じです。これも同じように、ここを選ばない限りは、当然勝手に再生されることもないですし、広告を載せてる側もお金がかかることはないですね。この辺も基本的には一緒ですね。で、これは逆にこの再生中の動画の右側にこう、出てくるなんですね。まあ、いわゆるこの今見ている動画とか検索した結果に連動した形で出てくるんですけど、まあ、全てにおいて広告出す側にとっては要は見られた数だけお金が発生するので、通常の広告だとその見られる見られない別にしてまずは広告宣伝費とかかかっちゃうと思うんですけど、ここでやっぱりそのじゃあいくらでっていう形で、いくらまでっていうような形で広告が出せるっていうので、やっぱりこれはその、どんな企業でも比較的出しやすいっていうので、結構使われてますね。これが、そのいわゆる、まあ、ブルービューというか、システムですね。YouTube 下についても広告のシステムになってます。で、最後にですね、先ほど最初にご案内したんですけど、いわゆるこの視聴者数の多いチャンネルの運営者に対する、まあ、利益還元システムがあるんですよね。これが先ほど言っていた仕組みなんですけど、で結構この YouTuber って言われるらしいんですけど、それでかなりのこう視聴者数を持っていて、それだけで要は生計が立ってしまうっていうような方々だったり、あとはもう本当にテレビとかに出てる人たちよりも有名だったりするという人も多数出てきている状態ですね。で、このですね、YouTuber っていう方々を使って結構企業がプロモーションをするっていうことも増えてきています。なぜかって言いますと、例えば有名なところで言いますと、この方ってご存知ですか？もう最近知ったんですけど、なんか劇団員の人らしいんですけどね。で、要はその、もともとはその、まあ、自分の所属してる劇団の PR だったりとか、あとは結構いわゆる、ガジェット好きといいますか、そういったものが好きで、そういうもののレビューとかを最初は、まあ、趣味で上げていたっていう感じなんですけど、実はですね、
それですごい人気がありまして、32万人、今、チャンネル登録者がいまして、で、実はですね、例えばですね、そうですね、企業とかが、この人にレビューをしてくれっていう依頼をするんですよ、商品とか。で、例えばサンプルとして渡して、それに対して YouTube のレビューを上げてもらうっていうのが、一つの、プロモーションとして成り立っています。なので、最近ですと、e モバイルのですね、新商品が出たんですけど、その時に、この人にを使って反則プロモーションをやってます。この人にレビューの動画を、まあ、依頼して作って、それを、まあ、YouTube 上で流すことによって、まあ、宣伝広告を行うという方法ですね。結構その、結構そのこれでソフトバンクとかもこの人でやってました。この人はもう一人ですね。ソフトバンクもこの YouTuber っていう人を使ってプロモーションをやってたりするので、結構こういろんなレビューが出てるんですね。こういう一つ一つの商品っていうのが、もう今はほとんどいわゆる企業から提供されています。企業側から新商品が出るとレビューを取ってくれるということで、まあ、依頼を受けて、まあ、実際お金をもらってテレビを作るっていうようなこともやってるそうなので、結構この辺ですね、これも一つの方法として、この YouTuber の人にテレビを撮ってもらうっていうのも一つの反則だとして最近は使われているそうです。で、最後にですね、分析の部分なんですけど、これ実はですね、自分で YouTube 上に動画を上げたりして、でそれに対して、どういう状況なのかっていうのを分析するためのツールがもう最初から YouTube 上に機能として備わっていますので、ちょっと今お見せします。それがですね、こちらがですね、今ログインした状態の YouTube なんですけど、ここでですね、動画の管理っていう項目があるんですけど、でこの中にこの、まあ、分析というところの、この項目がありまして、これですね、例えば動画がどのぐらい見られているかとか、こんな感じでですね、もう自動的に分析結果を出してくれます。例えばどこから見られているか、あとはその、まあ、トラフィックソースですね、どこからその再生されているかというところなんですけど、やっぱりこれを見ると先ほどちょっと見づらいんですけど、できたようにこれ YouTube のサイトなんですよね。でこれがいわゆるモバイルからなので、まあ、これで見るとやっぱりもう4分の1以上を超えているので、やっぱりこういった状況がまさに今起きているかなというのがこれで見られるんですけど、でこのチャンネルはですね、まあ、今はちょっともうアップしてないんですけども、昔うちのやってますお店で、まあ、そのスマートフォンの、まあ、新商品のレビューとかを上げていたチャンネルなんですね。で、
なのでこういう感じでどの動画がどれぐらい再生されているかですとか、あとその視聴者がどういった反応をしているかっていうものをもうこの機能で見ることができちゃいます。で、例えば再生回数ですとか、こういう感じですね。まあ、どの動画がどれぐらい再生されているのかっていうのと、で結構重要になってくるのもここなんですよ。どのぐらいの時間まで再生されているかっていうところなんですけど、これがですね、大体そうですね、動画の長さとしては、平均しておそらく7分から10分ぐらいなんですよ。まあ、一つのスマートフォンを、まあ、紹介する動画っていう形なんですけど、まあ、でも見られてる時間って結構やっぱり 2,3 分ぐらいなんですね。これもちょっと一つのポイントになってくるんですけど、こういったこともこの YouTube の標準の機能で全て見ることができちゃいます。ユーザーとかもこういう形で、やはりこれ年代別ですとか、まあ、どうしても内容がスマートフォンなのでほとんどが男性という結果が出てるんですけど、こういう形で年代別ですとか、そういったものの情報も全てここでチェックさせていただきますので、まあ、実際アップした動画がどういう形で見られているのかっていうような分析をする機能っていうのも、まあ、YouTube には標準である程度までついていますので、これもやっぱり一つ、利用するメリットになりますね。この辺を自前で分析しようと思うとかなり大変だと思いますので、この辺も全て。で、先ほどちょっと出てきたんですけど、これが端末のグラフですね。例えばどの端末から見られてるかとかいう情報も全て見ることができます。で、最近ではこの下の2つなんですけど、確か2009年あたりからテレビにも YouTube 見る機能がつき始めたんで、テレビとかあとはゲーム機ですね。ゲーム機、Wii U も確かですね。Wii とかプレステ3とか Xbox とかその辺は YouTube を見る機能っていうのはもちろんネットにつながる機能がついてるので出てるので、結構このゲーム機から見るとかテレビで見る、まあ、今はまだ少ないんですけど、結構この最近のテレビは YouTube の機能が標準でついてまして、まあ、インターネットでつなげばアプリみたいな形で YouTube が見れるようになっているので、この辺が今後増えてくるのかなという感じがしますね。で、このテレビの方の YouTube なんですけど、一つ面白い機能がありまして、もちろん同じようにテレビ上で検索したりして動画を探して再生ということができるんですけど、実はスマートフォンとかのアプリで検索した動画にこうテレビ側とこう連動させるってことができるんですね。その機能を使うとスマートフォンでちょっと YouTube 検索して見たい動画があって大画面で見たいなっていう時にはそのままテレビで見るっていうようなこともできるようになってきてますんで、まあ、このテレビに YouTube がもっともっと日本でも入り込んでいくと、もうアメリカのようにテレビよりも YouTube っていうのが長いみたいなことになってくるかもしれないですね。なのでこの結構テレビとかゲーム機っていうのは、まあ、次増えてくるところなのかなっていう感じなんですけど、まあ、こういう形でさまざまな分析が実はできてしまって、この機能は全部、まあ、何回も出てきてますけど無料で使える機能です。なので、まあ、実際反則として動画を活用してみてどういうふうな反応があるのかっていうのを YouTube の機能を使うだけである程度はチェックできちゃいますよっていうところですね。で、さらにですね、最近去年くらいですかねからこのアップした動画を編集する機能も実は YouTube につきました。
通常ですね、まあ、普通にもし動画をアップしようと思うと、まあ、例えば撮影してもちろんそのままアップすることもできますし、ただ編集しようと思うと結構やっぱり大変だったりするんですよね。あけど、まあ、内容によっては機材とかも必要だったりですとか、まあ、編集するにあたっては例えばパソコン上で編集ソフトが必要だったりとかっていうことがあるんですけど、実はですね、動画エディターっていう機能がついてまして、例えば今これがアップしてる動画なんですよね。こんなとこから選んで、まあ、いろんな効果をつけたりですとか編集したりっていうことができる機能も無料でつきました。なので、まあ、とりあえずまずアップして YouTube 上で後で編集しちゃうっていうことも可能になっているので、例えば他のツールなくても実はこういったことまでできるようになっているので、まあ、その辺も結構便利なことですね。でこの辺の機能もどん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 、まあ、増えていってるっていう感じですね。であとはですね、実際に、まあ、YouTube、まあ、こういった形で、まあ、結構やっぱり実はいろんな機能がついてまして、でほとんどが無料で使えてしまうというところなので、まあ、例えば動画をやっぱりプロモーションとかで使いたいなと思った時に、もちろん動画を作るっていう作業もあるんですけど、動画を配信して例えばそれの効果測定をしたいよとかいう部分に関しましては、 YouTube の機能を使うことによって実はほとんど賄えてしまうというところがポイントですね、はい。でじゃあ実際にちょっとですね、具体例とかを挙げながらちょっと活用方法の部分のお話をしていきたいと思います。でまずはですね、まず一つ目のちょっと活用方法を挙げさせていただきたいのが、これが、いわゆる、まあ、コスメ関係の、まあ、ネット上の通販サイトです。で、実はですね、これ、二重にするっていう、値段で言うと1680円ぐらい、その高いものじゃないんですけど、っていう商品なんですけど、まあ、結構人気がある商品だったんですけど、声としてですね、うまくできないとか、使い方がよくわからないという声が非常に多くてですね、ちょっとその、ある程度以上伸び悩んでいるという状態だったんですけど、そこでですね、そのサイトの内部、この動画を読み込んだそうなんですよ。使用方法、いわゆるハウトゥーのやつなんですけど、で、これを埋め込んで、でこれでですね、まあ、実際のその使い方っていうのを動画で紹介したそうなんですね。でこれがですね、ポイントとしてはまず1点目、タイトルです。この一重でも2分でバッチリ2人って書いてますよね。まずこの2分っていうキーワードが非常に重要だそうです。例えばですね、もしこのインターネットのサイトとかで見ていて、ちょっと動画がありました。でも動画って何分あるか結構分かんない方が多いですよね。で再生してみたら何十分もありましたと、さすがに見てる時間ないよとか、そういうもし時間がかかるようだとちょっと飛ばそうってなってしまうんですけど、このタイトルとか説明に2分で入ってることによって、あ、2分で見れるんだなってまずパッと分かるっていう、これが一つのポイントだそうです。なので結構そのタイトルのところにこういうのを入れるのは結構大事ですよね。でこれを入れることによって、で実際再生すると、まあ、ちょうど2分でこのこういうふうに使って2人になるんですよっていうのが紹介されています。でこれによってですね、まあ、もちろん商品の売り上げも上がったんですけど、もう一つのメリットとしては問い合わせが減ったそうです。いわゆるそのどうしてもその、まあ、電話だったりとかの、まあ、もちろんサイトからの問い合わせもあると思うんですけど、に対しては、まあ、
どうしてもその人手はかかってしまいますの でその辺の結局コストというか、まあ、もう削減ができて、なおかつ売り上げも上がったというところで、結構その、まあ、動画を入れる一つのメリットですよね。いくら文章ですとかよりもやっぱり動画の方が入れられる情報量は多いので、ただどうしても、見てくれるか見てくれないかというのが結構大事になっているので、そこでやっぱりこのタイトルに何分で何々みたいに入れておく、これは結構効果があるそうです。これがまず一つ目の、まあ、活用方法ですね。はい、これはやっぱり、まあ、商品を売ってるサイトなんで、より直に効果が現れたのかなと思うんですけども、でもう一つ、まあ、同じようにちょっと有名どころにあるんですけど、これもそうですね。どこから信頼を収めるんですか。これも基本的な、いわゆる使い方ですとか、そういったものを動画で紹介する形になります。やっぱりこういう、まあ、コスメ系とかはやっぱりより効果が分かりやすいのかなと思うんですけども、やっぱりこうなることによって当然売り上げも上がりますし、その、まあ、いわゆるそのクレームではないですけど、そういった問い合わせも減るっていう、まあ、その両面から効果があるそうですね。これが、まあ、動画の活用方法の一つで、でもう一つちょっとですね、面白いがありまして、これが九州のホームセンターなんですけど、これがですね結構ですね、まあ親切といいますか、例えばですね、まあ、これ一つ目、ちょっとドアノブの交換方法、いわゆるその日常の中で例えば何かを直したりとか、まあ、例えばホームセンターにあるものを使ってできるような内容とかっていうのを結構こう動画で紹介しているんですね。あとは例えばですね、その園芸関係とか、まあ、障子の張り替えですとか、こういったものを動画で紹介してまして、で結構1から10まで丁寧に教えてくれるんですね。で、これで、これを見て自分でやろうということで、まあそれで来店誘導につなげるっていう方法みたいなんですけど、まあ結構効果があるらしくですね、結構その活用方法の事例とかで結構いろいろ調べていると結構出てきますよ。で、結構の専門のなんかスタッフが結構丁寧にこう動画で紹介をしてくるんですね。実際やっぱり声としては、その例えば障子を張り替えようと思って障子を買ったら当然説明書はついてるんですけど、それだけじゃ分かんなかったりとか、お店で聞いてもなかなか家帰ってやるのは難しかったりっていうのも、結構これを見て、あ、自分でもできそうということで、やれるっていう声が出てるんですね。まあ、これも本当に動画のすごい一つの有効な活用方法ですね。
で、例えばこれカメラのレンズができるまでの工程っていう動画で紹介してるんですで、かなりマニアックな内容なんですけど、なんかこういうこと一つ一つが伝わることによって、それに対する価値っていうものをなんかお客さん側で再認識してくれて、まあ当然サイトのこの訪れてくれる人の数も増えましたし、まあそのいわゆる売り上げという部分にもかなりつながってるっていう話なんですね。で、ポイントとしまして、この動画の一つのポイント、さっき2分でっていうのが出てきたと思うんですけど、まず一つ目がやっぱり動画を見ていて見るのやめちゃうタイミングで一番多いので、だいたい1分半ぐらいなんですって。1分30秒経つと結構飽きてしまうとか他を見に行ってしまうとかで見るのやめちゃうってパターンが非常に多いそうなんですね。なので、まあ当然興味があるものでしたらずっと長時間見るんですけど、あまりそうでもないものに関してはやっぱり長すぎると見てもらえないというところがあるので、まず一つ目のポイントとしては1分30秒以内に伝えたいことを伝えちゃうっていうのが結構大事ですね。あんまり引っ張りすぎても結局途中で見てもらえなければ意味がないので、で、例えば先ほどの、Google のインサイトという分析のところでどのぐらいの長さ平均で見られてますよっていう動画の数字が出てきてると思うんですけど、そこで例えばもしその動画の中で本当に言いたいことが仮にもし2分のところにあったとして、平均で見られている時間が1分30秒だとしたら伝わってないことになっちゃうんですよね。で、やっぱりそこを統計的に見ると1分30秒以内に伝えたいことは言えてしまった方が、見られる確率が高くなるというところですね。で、もう一つこれが今これ一個一個こう工程が分かれてるんですけど、例えばですね、よくあるのがシリーズものの動画とかを上げる場合なんですけど、これもですね、例えばそのサイト自体がかなりアクセス数があってコンスタントに見てもらえるんであれば、例えば次回は来週みたいな形で引っ張っていっても効果的だそうなんですけど、基本的にはいっぺんに出しちゃった方がいいそうです。あんまり小出しにしても要は次訪れてくれる確率を考えるとロスの方が多くなっちゃうっていうことの方が多いですね。で、あとはですね、例えば一つの何か商品についてもし動画を作るとした場合に、一つの商品を1から10まで一つの動画で紹介するっていうのも一つの方法なんですけど、例えばそれだとどうしても時間がある程度長くなってしまったりとか、一つ一つの内容に対してそんなに深くまでできなくなってしまうこともあったりするので、もし一つの商品などについてある程度いろんな情報を配信したいよっていう場合には部分ごとに分けるっていうのが有効だそうですね。例えば商品だったら、さっきありましたので、ね、商品の特徴もあるんですけど、例えば使用方法は別に分けるとか、そういう形で一個一個分けて短い動画にした方が見られやすいですね。ちょっと今のところを、まとめます。出てきましたね。やっぱり1分30秒っていうのが一番離れちゃうタイミングとしては多いそうなので、長すぎない方が見られやすいですよというところですね。特に直接商品を販売するなんて場合にはものすごい引っ張って最後に値段を出してもそこまで見てもらえなければ結局買ってもらえないということになりますので、ここは結構大事なところです。で、シリーズものにする場合にも公開するサイトがかなりアクセス数が多かったり、その固定でアクセスしている方が多いようでしたら、1週間ごととかでもありだと思うんですけど、結構
最近だと大手の自動車メーカーとかが出てましたね。1週間後でとか公開しますけど、ただそれはやっぱりそもそもやっぱりアクセス数が多いサイトなのでできるっていうことなので、もし例えばいろんな何個かに分ける場合でも、まあ一遍に公開しちゃった方が触れてもらえる率はやっぱり上がるそうです。でここですね、一つの商品でも、まあ、1個の長い動画にまとめるよりは短い動画でいろんな角度から分けた方が、まあ、興味がある部分はより見てもらいやすいそうですね。これも最終的ですね。やっぱりこの動画何分なんだろうというのは結構気になるみたいなので、何かについて何分で分かりますよっていうような紹介文の入れ方っていうのは結構見てもらいやすくなる。であと最後の部分なんですけど、紹介の動画とかで当然説明の文章とかテロップで入れたりとかっていうことがあると思うんですけど、やっぱりここもですね、いわゆる携帯端末、スマートフォンですとかタブレットからのアクセスが多くなってきてますので、結構大きめの字にするのが重要だそうです。これ通常の大きさって当然パソコンで見れば普通に読めるんですけど、スマートフォンで見ちゃうと読めないっていうこともあるので、ちょっとこのテロップを大きめにっていうのを一つのポイントですね。まあ、動画の作成の方法としてというか、まあ、その展開の方法としては、まあ、さっきちょっとご紹介したような感じでいろんな方法で出してますし、あとですね、一つ面白かったのが、ですね、そのホームページ自体でいろいろそのホームページにアクセスしていろんなことを利用するっていうときにですね、ホームページ自体の使い方がよくわからない人向けのヘルプっていうのがホームページ内にあったんですね。例えばそのヘルプを押すとこういう場合にはこうしてくださいみたいなのが最初は文章で入れてたと思うんですけど、それを動画にしたそうなんですね。例えばその商品購入までのステップの紹介とかも全部動画での説明に切り替えるってそうです。そうするとやはり、まあ、やっぱり先ほど言ったように問い合わせがまず減ったっていうのが一つなんですけど、面白かったのは効果測定の方法としてまずですね、まあ、ヘルプ の, そのアクセスの多い項目から順番にこう動画でこう解説を作っていくそうなんですけど、そうすると、最初その動画のアクセスがバーンと増えて、ある程度その、まあ、進んでいくとサイト側でもこうそういう問い合わせが多いんだなというのが分かってくるので、そこを改善していくと思うんですね。より使いやすいように、そうするとそのヘルプ動画の視聴者数がダフッと減って、そうするとまあそこはクリアされる。で次にアクセスの多いところっていうのを順番にこうやっていくことによって、簡単に言うとそのヘルプの動画のアクセス数が減ることイコールそのサイトがより改善されたっていう、ちょっと面白い使い方だなと思ったんですけど、そういう使い方も結構効果的だそうです。あとはですね、何点かそのさっき何回か出てきたんですけど、やっぱりその YouTube 自体のサイトから、動画を見るっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり外部からのアクセスっていうのは非常に多いというところで、ですね、例えば Facebook ですと大体毎日ですね、動画500年分の長さの動画が視聴されているそうです。 Facebook 全体でですね、ちょっと想像つかないはずなんですけど、なので、まあ、かなりその Facebook からの動画視聴というのは多いというところと、あとはですね、Twitter だと毎分700件以上の動画がいわゆる共有されているそうです。例えばリツイートされたりとか、拡散されたりということをされているそうなので、やっぱり今その動画自体が広まる先としては、まあ、YouTube のサイトから入ってくるというよりは、その外部にどんどん拡散していって、ここから入ってくるというのが増えているというところですね。で、今後はですね、やっぱりその、最後のこの5番のところにもあるんですけど、
いろんな端末から見れるっていうのが結構ポイントになるんです。で、実際その、まあ、スマートフォンで、そうですね、使っている、まあ、スマートフォンで言うと、まずソーシャルメディアで利用しているもの、なんですかっていう問い合わせに対して、まあ、実は YouTube がトップだそうですよね。69.3% だそうです。で、Facebook とかも大体 50% ぐらいっていうですね。で、あとはスマートフォンを使っている方の中で、何に使いますか？まあ、コンテンツですね。いわゆるその、まあ、電話とかその辺覗いて、カメラとか覗いて、その利用するコンテンツは何が多いですかっていう問いに対しても、やっぱり1位は、まあ、動画を見るというところらしいので、やっぱりそのスマートフォンですとかタブレットみたいな、まあ、いろんな端末からアクセスできるというところがポイントになるんですね。で、今基本的には YouTube に上げれば、簡単に言うと画質とかが選べるんですね、見る側で。なので、端末のその性能によって、例えば、フルハイビジョンの動画だとちょっと再生が難しい。場合には画質を下げて再生したりができるので、まあ、そんなに気にしなくても、どの端末からでもアクセスできる動画っていうのは簡単に上げることはできるんですけれども、まあ、その、いろんな端末からアクセスできるっていうのは結構一つのポイントになっています。で、最後にですね、まあ、注意点なんですけど、まず一つ目ですね、YouTube 上にプロモーションですとか反則で動画を上げるという場合に、先ほど言った最初のこう動画の最初の部分に広告が入るということがあるので、まあ、当然極端な話、競合他社の広告が入っちゃうから当然ありますという場合に、それを見てそっちに飛んでっちゃうという場合ももちろんあります。見てる方がですね、まあ、ここはやっぱり当然その無料のサービスなんでっていうところもあるんですけど、まあ、そういうところは、まあ、一つちょっと注意点というか、まあ、YouTube を使う上でのデメリットになりにくいかなというところですね。で、もう一つですね、その動画、先ほどの分析機能の中で、まあ、どのぐらい見られているのかっていうのも大事なんですけど、結構その指標として言われているのはこの CVR という数値らしいんですよね。簡単に言うと、その動画を見た方が実際に行動した率だそうです。例えば、100回動画を見られて、まあ、もしじゃあ商品の紹介の動画で、その動画が100回再生されました。で、1人の人がその商品を買いましたっていうものよりも、10回再生されました、でも2人商品買いましたってものの方が、まあ、この率は当然上がるっていう計算があるので、その分析するポイントとしては、いわゆるどれだけその動画を見てどれだけの人が行動に移したかっていうところが一番のポイントになりそうなので、そこをまあ重視した作りっていうのが大事になっているというところですね。で、今日はですね、まあ、最初に冒頭にちょっと出てきたんですけど、いわゆる著作権の部分ですね、はい、これは結構どうしても、まあ、ちょっと難しい部分にはなってくるんですけれども、まずですね、よくあるのが当然動画を作るとなんか後ろで BGM を流したりとかっていうことっていうのは、まあ、よくあることだと思うんですけど、基本的には、当然勝手に使ってしまっては著作権に引っかかります。ただですね、一応 YouTube 側は二次使用に関しては許可を取っています。なのでよく誰かの歌を弾き語りで弾いてアップするみたいな、ああいうのは OK なんですよ。なので誰かの歌を自分たちで歌う、自分たちで演奏する、これに関しては引っかかりません。二次使用に当たる。で、この著作権じゃあこの引っかかる引っかからない部分なんですけど、これも今はですね、もうコンテンツ ID というシステムを YouTube が使ってまして、これがですね、まあもう日本でもそれに、まあ加入しているというか入っている企業もあるので、まあ今著作権にかかるのが例えば
まあ、レコード会社とかが多いんですけど、例えば動画上で後ろで音楽が流れてます。でそれがどこどこから出る誰々さんのなんていう曲ですよっていうのをもう自動的にこう調べられるシステムが入ってるんですね。なのでそれでチェックをして、でそれにですね引っかかると、コンテンツホルダー側、いわゆる著作権持ってる人側にちゃんとまあ通知が行くようになります。で通知が行って、通知された側としてはまあそれをまあ確認だけして終わりにするのか、もしくは最悪そのまあ当然その動画を削除しろということもできますし、あとはその動画を上げている作成者自体が動画をアップできなくしちゃうっていうこともできちゃうようになっています。で実はこれもう一つの内容として、もし万が一その著作権があるものを誰かが勝手に使った場合でも、コンテンツホルダー側にその分の著作権料が入るようになっているんですね。なので要はコンテンツホルダー側としても別にその動画を削除しなくても実はお金が入ってくるということもあるので、結構その例えば動画とかを見て普通に曲とか使っちゃってても削除されない動画っていうのが存在するんですけど、それはこの YouTuber が作ったシステムで、結局その著作権持ってる側も、まあ、損はないんですよね。ある意味宣伝にもなりますし、お金も入ってくるので、でこのコンテンツ ID っていう仕組みが、まあ、ここでも最近ちょっとできまして、なので作成する側としてやっぱ注意する点としては、もしこのやつで著作権に引っかかってしまってアウトってなってしまうと、もうその ID アカウントは使えなくなってしまいますの で全部の動画は削除されちゃうそうなので、まあ、そこはやっぱりちょっとシビアな部分ですね。なのでまあそれもあるので、実は YouTube 側でも先ほどのそのいろんな編集機能の中に無料で、著作権フリーの実は音楽とかも YouTube 側の機能として提供したりしてます。これやっぱりその辺は引っかからないようにっていうところみたいですね。でまあやっぱりその YouTube 自体がまあ無料で使えるっていうところがあるので、このまあ注意点に書かれる部分の一番目が入ってきたりはするんですけども、でまああとはそのじゃあどこまでが OK、どこまでがダメなのかとかいうところの判断とか非常に難しくなるっていうところも当然あるんですけども、まあ、一般的な著作権の部分に気をつけていただければ、まあ、基本的には大丈夫です。